皆さんこんにちは、久保田隆二です。本日も動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日は皆さんに私の一般質問の内容を発信させていただければと思っております。私の一般質問はですね、おととい無事に終わりました。今回ですね、一般質問の原稿を実際に今この場でですね、読み上げていって、その内容を発信させていただければと思っております。今から原稿を読み上げるんですけども、大体ですね、10分かからないぐらいで終わるかと思いますので、もしよろしければ最後までですね、聞いていただければと思います。それではですね、今から読み上げていきます。令和3年9月の1日にデジタル庁が創設され、自治体システムの標準化、マイナンバーカードの活用など国全体でデジタル社会の実現に向けた改革が推進されていますが、当市におけるデジタル戦略の方針について質問いたします。まず一つ目としてデジタル推進の方向性についてです。昨今さまざまな企業や団体においてデジタル推進が図られており、行政運営においてもデジタル推進の検討が必要となってきました。一般的にデジタルを推進する理由として、デジタルによって業務が効率化し、コストが低減されるため、多くの方にデジタルの仕組みを使っていただくことができれば、費用対効果も高く便利な仕組みです。一方で、デジタル利用のためには、一定のデジタルリテラシーが求められ、新しい知識を学ぶ必要があることや、今までの習慣を変える必要があり、技術的、心理的なハードルがあります。これらのデジタル推進を市民目線で考えた場合に、デジタルは使える人が使っていけばいいんだという方針であれば、時代の流れとともに徐々にデジタルを利用できる人が増えるのを待つということになりますし、そうではなくて多くの市民の方にデジタルを優先的に使ってもらえるようにしていきたいという考え方であれば、ご年配の方などアナログ利用の多い方に何とかデジタルを優先的に使っていただけるように粘り強くお勧めしていくことなどが必要となります。このような温度感によっても、当市のデジタル推進への向き合い方は変わってきますので、分かりやすい方向性や目標、スローガンのようなものが必要だと考えております。感じております。私自身も当市のデジタル推進の方法を検討しており、当市のデジタル推進のために全力を尽くし、三沢市をデジタルで良くしていきたいという思いがあるのですが、どこまで、そしてどのようにデジタルを推進していくべきか非常に悩んでおり、なかなか目的やゴールを設定できず立ち止まってしまう状況もあります。また市民の皆様の中には、そもそもなぜデジタルを使っていかなければならないのかという部分から疑問を持たれる方もいらっしゃると思いますし、職員の皆さんの中でもデジタル化の進め方に関して考え方が様々あるのかもしれません。他の自治体ではデジタルファースト宣言を出し、具体的に目標や方向性を定めている場合もあります。ですので、三沢市はデジタル推進とどのように向き合っていくのかという方向性や目標を作り、方向性に沿ったデジタル推進を図るべきと考えています。正直今のままでも個々でデジタルを推進することはできますが、市民の皆様が、そして職員の皆さんがバラバラな目的や方向性に沿ってデジタル推進を行っても、連携が取れず効率が悪い仕組みを作り出してしまう可能性もあります。ですので、当初のデジタル推進の方向性や目標を作ることによって、市民の方や職員の方の共通認識を生み出し、様々な場面において、当初のデジタル推進の方向性や目標に沿った行動判断が可能となると考えております。デジタル推進の方向性について、現状どのようにお考えか、当初のご見解をお伺いします。次に、2番のデジタル人材の活用についてです。国は令和3年9月1日にデジタル庁を発足し、デジタル推進を進めています。デジタル庁は地方公共団体の基幹業務等システムの統一標準化を掲げておりまして、具体的には各自治体がバラバラに整備をしていた業務システムを標準化するもので、主に市区町村が遂行する17の業務が標準化対象とされています。例を挙げますが、住民記録システム、税務システム、選挙人名簿管理システムなどが対象となります。構築方法ですが、まずはガバメントクラウドと呼ばれる国が提供する共通的な基盤を利用します。これはデータの置き場所と考えていただければと思います。そこに標準化されたシステムを載せて、通しても利用するイメージとなります。ですので、今説明した標準化対象の業務に関しては、デジタル庁で環境やシステムを準備するため、通し独自にシステムを構築する必要がありません。一方で、その他の分野に関しては、当市独自でデジタル活用を進める必要があると考えており、具体的には広報、移住、定住、観光、産業、教育などの他の自治体と競い合う部分になります。
現状投資においては ICT 推進プロジェクトチームや各部署においてデジタル活用の検討が進められていることと思いますが、現状課題もあると考えています。私は10月11月の2ヶ月間市役所内を回り、実際に職員の方にヒアリングを行いました。そこで分かったことが2つございます。まず1つ目として、一人一人の業務量が多くなっていると感じる職員が多く、目の前の業務を処理するので精一杯で、改善などに時間が取れていないということが分かりました。次に2つ目として、様々なデジタル課題があり、デジタルスキルを学ぶのが大変なことでした。これらのことをまとめると、目の前の業務を処理するのが精一杯で、改善などに時間が取れず、仮に時間が取れたとしてもデジタル施策を検討するノウハウなどがないという現状だと考えています。先ほども申し上げましたが、これからは国が検討してくれるデジタル推進の範囲と、投資独自に検討しなければいけないデジタル推進の範囲が分かれていきます。国が検討する範囲はいいですが、投資独自に検討が必要なデジタル推進に関しては今から検討を進めなければいけませんので、業務が忙しいなどの理由によりデジタル推進を止めてしまうと、他の自治体に大きく差を開けられてしまい、三沢市の自治体としての競争力を大きく低下させることになると考えております。これは他の自治体に勝たなければいけないという意味ではなく、投資の特色を最大限に生かすためにデジタルでサポートする必要があるということであります。ただ私は三沢市職員の皆さんが手を一切抜かずに三沢市のために一生懸命働いていることも理解しております。ですので、なんとか今この忙しい状況の中でも業務改善やデジタル施策の検討が進んでいく方法がないか考えたときに、まずは検討する仕組み自体を作るべきなのではないかと思い、三沢市職員をサポートする目的としてデジタル人材の活用が必要だと考えております。山口県では行政活動におけるサービスデザイン志向の強化を目的としたデジタルアドバイザーを採用しております。この山口県のデジタルアドバイザーの特徴は、ウェブ会議を可能としており、副業・兼業人材に限定しているところが特徴です。ですので、デジタル人材の活用法として必ずしも三沢市周辺に住んでいる方でなくてもよく、全国から広く知見を持った方を募集して完全にオンライン・リモートで活動してもらう仕組みでもいいと考えております。三沢市周辺でデジタル人材を登用できればいいのですが、デジタル人材は需要も高く、なかなか人材が見つからない現状もありますし、またデジタルは範囲が非常に広いため、一人の方が全ての課題を見るというのはかなり大変で、課題ごとに知見を持った方、結果を出されている方にスポットで会議に参加していただき意見をもらうなどの仕組みも有効かと思います。様々なデジタル課題の検討において、市役所職員をサポートする目的としてデジタル人材を活用することが必要なのではないかと考えていますが、当初のご見解をお伺いします。以上で私の一般質問を終了いたします。ご答弁よろしくお願いいたします。以上で私の一般質問を終了いたします。もしですね、ご不明な点やご意見などがありましたら、私までお問い合わせいただければと思います。本日は動画を最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ぜひ別の動画もご覧いただければと思います。それでは失礼いたします。